皆様こんにちは、実況のみそつねです。みそつねさんのサポートをします、ちゅるほろです。よろしくお願いします。今回みそつねさんがプレイするのは、振り毛最強伝説、です。このゲーム今までやったことない、初めてのプレイです。主人公は振り毛作ってるのかな？君が先週ネットに公開した RPG をプレイさせてもらったが、インターフェースはお粗末だし、難易度もめちゃくちゃだ。絵はひどいし、シナリオなんかは全部意味不明だった。まあ、クズ作品だね。って言われている。これはアンディ・メンテ作品の自虐。それ以上はダメです。このゲームは高校生のフリゲ制作者、ゲムオ、としてフリゲを作る RPG スクール VX 製のゲームです。同じく RPG スクール VX で作られた作品に、焼肉、があります。焼肉。あれは良いゲームだった。ユンビーは今でも人気がありますね。焼肉とフリゲ最強伝説は繋がりなどは一切ないので、気軽にプレイできる作品です。しかしこのゲームをプレイすることで、アンディ・メンテ作者のフリゲ作品にかける思いを知ることとなるでしょう。ところでこのゲーム、プレイしていくとジャスティスという集団が出てきます。ジャスティスという組織は、品川魔人学園にも出てきており、アンディ・メンテ作品を目の敵にしていました。そしてこの作品でジャスティスと関わりがあるステッパーストウ、そのかつての友人だったマンダラ・フミアキ、その二人の友人である伝説のフリゲ作者などが登場したりします。かつての三人の話は作中でそこまで出てきませんが、ステッパーストウとマンダラ・フミアキの友人が誰であるか想像すると何かが分かってくるかもしれません。それ以上はいけない。なぜかちゅるほろ先生はその三人が気になるようですが、本編はゲムオとその友人たちとの青春ものだったりもします。プレイ時間は1時間未満。でも遊んだ能力では非常に高い作品です。リプレイの方にはぜひやってみてほしい作品です。というわけでそろそろ本編に行きましょう。それではアポロガルエピソード実況第19回目、始まります。前回、イモ太郎を助けに再び幽閉の塔に来たアポロン一行でしたが、そこで見たのはウラカルに一方的にいやらしいことをされるスーでした。ストップ、行為の最中、ウラカルは結構重要なことを言っていましたが、ミソツネさんは発狂してスルーしていました。全く記憶にございません。ウラカルが話していたのはスーとイモ太郎の母親の名が相馬ということ、そしてイモ太郎が合点になれば高家から嫁をもらう必要もなくなり、冥界に頼らなくても自立できるということです。ふむふむ、ということは高家は冥界関係者なの？それとも合点の力があれば冥界から独立できるということなの？謎です。あとハートポイズンが801に関わってたこと、イモ太郎がウラカルに暴行されてることをスーに隠したがってるとかもありました。イモ太郎、けなげだ。わぁ、イモ太郎。おさらいも済んだので早速次のマップに行きましょう。よし、頑張るぞ。今回敵に超人がいるね。戦うの初めてだ。めっちゃ移動してくる。怖い。超人配動力が高く、魔術師と同様に弱点ついた遠隔攻撃してきます。あと、味方の TP は0からスタートですが敵の TP はランダムで、今回の超人は TP100 スタートで滑空たくさん来ると思うので気をつけてください。敵の TP ランダムなのはアンディ・メンテではよくあること。わかりました、チルホロ先生。敵に魔術師もおるけど、今回は万術エフェクトで8ターン継続になったマイケオルトがあるからそんなに怖くないね。超人は怖いけど、アイテム盗んでみたいから殺さず対応。イモ太郎に超人の烈風来る、けど弱点じゃないから耐えられるでしょう。え、即死。イモ太郎。超人に遠隔物理プラス 25% のシナユニがついてるのが大きいですね。く、
イモ太郎の仇だ。超人からアイテムを盗みまくれー。ミス。超人は回避力高いので成功率 46% でした。たくさん盗まなくちゃいけないだろうに。で、そういえば今回もだけど、たまに雨が降ってることがあるけど何か効果とかあるのかな。同じタクティクス RPG の GGD にでも天気がありましたが、能力値がちょっと変わったりステータスがハテナになったりとしたことが起こりましたね。と言ってる間にモグラーで盗む失敗、成功率 62% だったのに。超人は近距離攻撃できないから、囲んで近づければいいんだけどなぁ。ビビンピター。って科学者のサブ、魔術だったの。遅延も来た、痛い、というかエビン、水弱点だけど巻いてオールと突きで82ダメージでした。これは威力が普段より高いですね。ズバリ、今降ってる雨のせいで水属性威力が上がっている。そうですね、チルホロ先生。いいえ、科学者が臨界状態で知力 1.5 倍の64になってるからです。残念でした。ガーン。というか、超人だけ回避高すぎない？特殊なしなりにもつけてないのにおかしい。とその話の前に、魔術師にとどめのエール。やった？回避の話ですが編集してる現在、超人は回避22で他の敵はだいたい10から15くらいあるのがわかりました。たった10かそこらでそんなに変わるの？って思いますよね。実はそれが結構大きいんです。命中回避の計算式はおそらく C3 などと一緒です。命中と回避が一緒だと実際の命中率は技の基本命中率と一緒になりますが、回避と命中の差が1ごとに 5% 命中率が変わっていきます。先ほどの下にあるどもにちょっと待ってチルホロ先生。大変なことが起こる予感が。うわぁ、下ミラルドー。これから一流の戦士に育てるべくたくさん星ゲットしないといけないのに、どうして？ミソツネさんが悲しんでいますが先ほどの続きです。先ほどの下ミラルドは命中16で、回避22の超人に盗む基本命中70をしました。超人の回避が6高いため、命中率は 30% ほど落ち、実際は 46% でした。なるほど。つまり回避が他の敵より10くらい高い超人に攻撃や盗むをした場合、他の敵に同じことをするよりも命中率が 50% も落ちるということですね。その通りです。よくできましたミソツネさん。やったー、褒められたー。あと、回避の話をしてて飛ばしてしまったのですがこちらをご覧ください。超人に盗む成功ってあれ、チョコケーキ、サブパン使いじゃないかー。そうです。戦闘でアイテム使うクラスだと盗むで素材以外を盗んでしまうのです。知ってるー。パンをかき分けて素材盗むの面倒だからもう倒す。くらえ、これが、僕の、聖剣にゃー。外してる。そんなバカな。やばい、熱風来るぞ。そんなバカなー。超人って土属性に耐性があるのか、大海の岩石投げが全然効かないんだよね。でも投げるしかない。よし当たった。でもパン食われた。追撃の伝言。パン食われたけど在庫がなくなった。いける。右側は死体ガードしてるから安泰だね。と言ってる間に科学者が蘇生されましたね。超人なかなか倒せないしこれは辛い。って思ったら超人、雷弱点じゃん。宣伝使えば一撃余裕だった。いつものうっかり確認忘れですね。わかります。わかられた？宣伝くらえ。よっしゃ、超人倒した。あとは残敵相当。超人が落とした真珠っぽいのを拾いつつやってやろう。よー、勝ちましたー。おめでとうございますミソツネさん。でも序盤から仲間たちが死んで星が手に入らなかったのは残念ですね。悲しみ。クリア時に宝石、時のかけらっていうのを拾っていたね。時のかけらとか、
時のクリスタルとかそういう名称のアイテムが他のアンディメンテゲームにも出てくるけど、大抵 BP がもらえてステータスが自由に伸ばせたりするので期待大です。レアアイテム欄にありましたね。宝石、時のかけら、プレイ時間が24時間を超えると入手、だそうです。称号アイテムだった。でももう24時間超えてしまったのか。しかしこの動画の編集は1回につき10時間から20時間、すでに2、300時間アポロガルエピソードをプレイしてるようなものさ。あ、そうそう、前回獣ケージ作ったのに効果紹介してなかった。作ると仲間にできる獣の最大数が1増えるようです。前回は値段にびっくりして忘れてましたね。うむうむ、今回の準備。イモ太郎は星ゲットできてなくて技を覚えられないから、アイテムで星増やしてバハを覚えさせるよ。アポロンは超人レベル4になったのでクラスチェンジ。その前に、超人レベル3で狼人間というクラスになれるみたい。でも課金コンテンツだから今回はパス。というわけで念願の忍者になったぞ。忍者ズキンすごい。準備も終わったので次に行くぞ。あと4回もある。敵は訓練生のみのようですね。サブクラスも見た結果、強そうな敵がいない。これは楽勝。たまに投擲がすごい距離長いやつがいるけど、パチンコ棒という武器を装備してるからかな。なんかすごい一列になってる。人間の星綿、拾ったよ。これでとどめだー。とどめだよ。しかった。みんなは何も見ていない。いいね。え、楽勝だったけど、訓練生はリアクションヒールがあるからかなり長期戦になった。でもその分腰がたんまりじゃ。早速忍者の技確認。手裏剣、遠隔物理攻撃。カトン、遠隔魔法攻撃です。ふむふむ、物理も魔法もいけるクラスなのか、忍者もまた属性を使い分けるクラスなのかな。とりあえず手裏剣だけ取っておこう。アポロンには今後のことも考えて剣術師の洗脳力取っておこう。今使ってる万術エフェクトはプラス4ターン、万術技のターン数が伸びますが、洗脳力はプラス3ターンですが、どんな強化技もターン数が伸びます。万術師の星も余ってるから何か覚えよう。超人みたいなのが来た時用に命中アップのマイチテクニカルだな。ブラーは暗黒剣士になるための呪術師に、サブはファン使いにしておきました。下ミラルドは剣士に。似合わねえ。タンは役のまじない覚えたよ。準備完了。城中には3回目突入じゃー。うわぁ、召喚士と超人だぁ。でも召喚士の命令椅子は岩石投げで一撃だし、超人はマイチガード使ってたら余裕だったのでカット。と思いますよね。ところがアポロンをクラスチェンジさせてた際、サブクラスが剣術師になってたのに気づかず戦闘に入ってしまったようです。マジで？ってなったけど、超人に遠隔物理プラス 25% がついてなかったので案外楽でした。よし、これでとどめだー。あ、また。しかもイモ太郎にアポロン倒した経験値が入ってますね。確認したらさっきの戦闘でゴーレムがアポロンだけを倒した時にも入ってました。やめろー。あ、忍者の新技のヒョウトンとドトン、カトンの属性違いなようです。時間がもう14分経ってる。さっさと次行くにゃー。ゴーレムに魔術師に、あと剣術師に、万術師に、呪術師もいやらしい。ほとんどの敵ですね。でも今回はちゃんとアポロンに万術入れたし、呼びにじゃー。オブマクだよー。あとは右側にいるゴーレム行きたいのに。地属性大抵の下ミラルドにマイチアーマーかけて盗みまくるよ。ここで下ミラルドが盗みまくってる最中についに気づいてしまいました。盗むって成功しても星もらえないじゃん。
一番育成した石タミラルドが盗む要因だと全然成長しない。それは厳しい。よし、南極ゴーレムからの石を盗み翌日でクリアー。おめでとうございます、みそつねさん。今日は会長ですね。やはり思った以上に強化ターンプラスされた盤術が強いね。今までの強敵でもサクサク倒せる。忍者に新技とシナユニが出てますね。技は、分身。攻撃を一回回避する分身か。シナユニは、物理回避プラス 25%、移動プラス2。代わりに、非物理時、時々回避して隣のマスに移動、です。ふむふむ、便利そうだけどそれより敵が持ってる時の方が厄介そうな感じだ。あと、攻撃しな弓に星2000のものがあるけど、きっと二刀流に違いない。アンディメンテの忍者といえば二刀流。GGB に RS の二刀流は物理攻撃時追加ダメージ。G3 なら二刀流で左手にも武器を持つことができます。なるほど。とりあえずなぜかゾートンだけ覚えました。ブラーとしたミラルド、同じタイミングでクラスチェンジしたはずだけど、やはり盗むが多かったせいでしたミラルドのジョブ EXP が150くらい低いね。下を2脚主演というのを覚えさせました。記憶と最大 MP が上がります。名前がかっこいい。よし、ついにボス戦じゃあ、おお。ボスがゴーレム？それに音もゴーレムに魔術師も似たい。剣術師は攻撃力50にもある。これは、やばい、と普段なら思うところですが、このマップは非常に戦いやすく作られてるためなんとかなります。遠距離攻撃持ちは、弱点持ってない人を中庭の右側に配置すると、中庭の左側に来て攻撃しようとするのでそれ以上奥の味方に攻撃できない。近距離の敵はゴーレムで道を塞いで貫通、詰まりかけるのだ。なのでここでコメント返信、特にトリクーガに関して反応させてください。了解しました。RS7 でもトリクーガのブロックと、RS でも触れられてた。ライスタ7は盲点でした。ですが、クネさんのデータだとまだ仲間になっていない模様です。やり込み度が足りなかった。ぬぬぬ。続いてもトリクーガに関するコメント。トリクーガ、確かヘルメッカに誘われるストーリーがあったようななかったような。ミサニでヘルメッカに落ちた B 発砲11に誘われるシーンがありますが、それはシャオリンに違いない。上のシーンですね。しかしトリクーガはシャオリンらと共に旅をしたのも事実なので、この場にも立ち会ってた可能性はありますね。ちょっと待って、チェルホロさん。それはどこ情報ですか？え、調査書でトリクーガの好きなものがストーリーにも出てたシャオリンと光になってたのと、ストーリー中で銀河がいなくなった後、仲間ランからも銀河がいなくなったので一緒に旅してるんじゃないかと思いました。なるほど。でも私の考えは違います。ミサニにおいて、宇宙の特異点の一つと言われているのが、光と W です。二人が戦って死んだのはジッハトレジャーが生命を復活させるよりも前の話で、トレジャーの生命復活の際に誕生したトリクーガは、宇宙特異点であった光と W の影響を受けたんじゃないかという説です。だから調査書で光が好きということになっているのだ。それじゃあ仲間にいる銀河はどういうことなの？それはミサニの舞台は地球島だからです。そこでは時空も超越できるので、トリクーガは過去にあった出来事にも触れ、そこに旅ができるからなのです。時空を超えられるのは、こういうイーツガールの話があるので確実でしょう。ということは、ミソツネさんもやっぱりヘルメッカとシャオユーのシーンの時、トリクーガも一緒に旅をしてたと考えてるんですよね。まあ、そういうことになりますね。否定されたのに同じだった。では、アイモタロウが、トリクーガの話はこれくらい。次行きましょう。私の順位には目玉だのようだね。だ、誰なんだ一体。コメント返信はここまでです。みそつねさんの妄想が長くなって申し訳ありませんでした。ごめんね、
でも明確に説明されてないゲームを考えるのって楽しいよね。よし、ここからもさらに長くなってしまうから飛ばしていくよ。右下でシドが取り残されてる。ぐえ？反撃の機会だ。やった、下にライトがやった。ボスが毒で死んだー。最後は芋太郎が、いけー。よっしゃー、全滅完了しました。おめでとうございます。ヨセツネさん、ありがとうございます。チルホロ先生、下ミラルドとイモタロウのレベル上げれたのが良かった。シロチカ、研究所。イモタロウと合流した俺たちは、再び城の地下へと降りていた。イモタロウによれば、スーと引き離された際、スーの方は地下の研究所へ運ばれたそうだ。俺たちは、何度か兵士たちと鉢合わせ、その都度戦いを乗り越えながら、その研究所のある階層へとたどり着いた。他の階とは違って、ガラス張りになっている部屋が多かった。兵士たちの姿はほとんどなかったが、その代わりに白衣をまとった科学者たちがうろついていた。俺たちはなるべく彼らの視線に止まらないように進み、部屋を一つ一つ確認しながら、スーの姿を探した。すると、何番目かのガラス張りの部屋に差し掛かった時、中のベッドで、見覚えのある男がうつ伏せになっていた。1885だった。1885のそばには、電子メガネをかけ、枠衣を着た一人の少女が立っている。少女の手にハメスが握られており、その白衣の胸元は真っ赤な血で染まっていた。見ると、1885の後頭部がぱっくりと開いて、赤い脳みそが露出している。まさかその少女が1885を殺してしまったのかと思ったが、次の瞬間、うつ伏せている1885が、そのままの状態で口を動かし、言葉を発した。どうだ、もういいだろう、先生よ。すごい、本当だわ。外部装着のシナユニと違って、脳組織と癒着血栓してる。だから言ったじゃねえかよ。これじゃ切り離せないわね。切り離す？おいおい、冗談勘弁だぜ。どうしても直接目で見て言って言うから、特別に覗かせてやってんのによ。心配しないで、こんな風に血栓させてるのは、きっと殺されても奪われないようにするためよ。それに、少しでも 0.C を減らして出力効率を上げるためでもある。こんな技術があるなんて、やっぱり、別の宇宙の技術。なんだまだ疑ってたのかよ。次元を飛び越えてきたっつってんだろう。へっへ。でもあなた、本当に麻酔なしなのに、よくそんな風に喋れるわね。通過くれ余裕で切れるっつうの、俺でなくても、軍用しないになら標準装備だぜ。そんなものまで。そしてそれらがみんな、脳核のラストボックスに導線されてる。はぁ、正直ショック。同じラストボックスを脳内に持っているのに、あなたたちの宇宙では、そこから逃げずに、自らの手で克服したのね。しかも、克服するだけじゃなく、それを利用することで量子的能力分野の拡大に成功してるなんて。へぇ、あんたたちの脳にもあんのかよ、ラストボックスが、こや面白いや、ひゃひゃ。でも俺からすや、どう見ても15歳くらいにしか見えねえあんたの方がすげえよ。しかも別の肉体をまたいだりしてるわけじゃねえんだろ？そんな生身の体して、中世紀も生きてるって言われても全然ピンとこねえ。フローの技術は私たちの方が勝っているのかしら。俺の宇宙じゃ、若い肉体は売って、買えた金で人工肉体になるか、電子世界へ移住するのが常識だからな。てかよ、なあ、あんた、そろそろ頭を閉じてくれねえか。今やってるわよ、もう少しで縫い終わるから。ひっひ、そうかそうか、よし、じゃあ終わったらよ、ちょっくらその生身の肉体を味見させてくんねえかな、いっひひ。はい、閉じたわよ。よしよし。あれ、なんだ、体が動かねえぞ。やっぱりあなたの頭の中も、あのアポロンっていう人と同じだったわ。は、1884の頭も覗いたことがあるのか？ええ、そしてその時もこれを見つけたの。血で真っ赤に染まった少女の指に、立体映像の浮かぶフレームが握られている。おい、なんだそりゃ。あなたの頭の中にあったものを撮影したのよ。見える？シリアルナンバーと周波数が刻まれてるの、タグプレートみたいなものかしら。ちなみにアポロンの場合は、ここに書かれている周波数の電波線を照射させたら、暴走しちゃったわ。はぁ、なんなんだよそれは。そして今は、あなたにもこの周波数を照射してみてるんだけど、振幅を上げるほど、シナユニの出力が増して、きっと、最大出力になると、脳が破裂するわね。おいおい、やめてくれ。
なんだ、体がチリチリする。おい、やめろ。多分だけど、あなたたちの脳にしな弓を決戦した人が、万が一の時にあなたたちを破壊するために刻んだ安全装置ってところじゃないかしら。あなた病院から来たって言ってたけど、嘘ね、病院ならそんなものをつけたりしないもの。こんなものを取り付けるのは、文化、あるいは人体実験をしてる収容所とか。うおい、頭が痛えよ。やめてくれー。大丈夫、脳が破裂するほど出力は上げないから。ちょっと試してみてるの。ほら、あなた一回負けたんでしょ。だからこれくらい出力上げて、強くなってもらわないと、って、見せてくれる？データ取りたいからね。おい、このクソババア。いい加減に、うわぁ。は？誰がクソババア？いいからあそこ見て。ほら、あなたの相手はあっち。その少女はそう言いながら、唐突に、俺の方を指さした。ガラス窓から顔を覗かせていた俺は、ドキリとした。その瞬間、床と天井の両方から壁が勢いよくせり出し、俺と芋太郎たちとの間を裂いた。慌てて壁を叩いたが、びくりともしない。俺は部屋の中の方を改めて振り返った。いつの間にかベッドから1885が起き出していた。少女は反対側のガラス窓の向こう側へと移動してしまっている。そして今度は、俺の目の前にあったガラス壁が自動的に開いた。俺と1885の二人だけが、その空間に閉じ込められる形になっていた。し。1884よ。どうやら、俺とお前で怠慢晴れってことらしいな。ああ、強制されてるみてえで、ムカつくよな。でも俺たちはいつだって無慈悲な強制的空間の真っただ中だったよな。無理やり働かされて、無理やり頭いじられて、無理やり体を奪われて。ああ、頭ん中が熱いぜ。1884、来いよ1884。これが強制だろうがなんだろうが、どうでもいい。俺たちはいつも、選択肢のねえギリギリのところでしか生きられねえ運命なんだ。だったらその運命の中で、限界まで自分を燃やしてやるだけだ。俺たちはあそこで、そうやって生き抜いてきたろ。ああ覚えちゃいねえか。1884、俺は次元の壁まで越えて、お前に会いに来たってのによー。釣れねえんだよー、1884。うおー、脳が燃えるー。愛してるぜー、1884。なんだってー。アポロンと1885、1対1の壮絶な戦い。この戦いの続きは後編で。